天石下に潜んでいた二個体。左と下に、紐状の糞がある、薄小み身貝。学名リマドンタエグザリトーディーズは、ユーハイ目オカミミガイ科に分類される巻貝の一種。日本列島と、朝鮮半島南部に分布する微小な巻貝で、内湾海岸の長官帯上部に生息する。生貝は、拡張5から7ミリメートルほど。貝殻は、太い防水系。 高褐色、薄質で、表面には細かい西ばらがある。角底中央には小さくくぼんだへそこがあり、その周囲に、いた体が盛り上がる。唐口には内唇2歯軸唇1歯外心内側1歯の、計4個の歯があるが、どれもそれほど発達せず、唐口は、比較的広い。若い個体の唐表には、単毛があるが生体では目立たなくなり、 全くなくなる個体も多い。老生個体では、角氷が摩耗して、毛と、西バラが失われ、色も白くなったものも見られる。同族の栗色込みミガイエルサイアメンシス、巻筋込みミ,ミガイエルモノリフェラ等とよく似ているが、栗色込みミガイは殻が、ラグビーボール型で拡張が欠けること、巻筋込みミ,ミガイは殻が、厚質で殻口の歯が大きいことで、区別できる。 生息環境も内湾性の栗色コミミガイ、海洋性の巻筋コミミガイ、その中間の本種で住み分けるが、本種はどちらとも共存できる。岩手県以南の本州、四国、九州、南西諸島、及び朝鮮半島南部に分布する。日本の海産、オカミミガイ類としては、渚の滴りマイクロトレリアアクティアチノイズに次いで分布域が広いが、 日本以外での記録が少ない。波静かな内湾海岸の長官帯上部に生息するが、砂嶺干潟から外洋に面した小さな入り江まで比較的幅広く見られる。大きな天石の元など温度と湿度が保たれた物陰に潜んでおり、地上を這うことはまずない。生息域ではカタツムリに似た短い紐状の糞が見られる。同書的に見られる貝は、 石畳雨甘貝、玉きび、海に稲、椎の耳貝、なぎさの下たり、かはたれ川は残傷等、エル以外には船虫、いそかにいダマシ、ふたばかくガニ、ケフサイソガニ等が見られる。本種も他のオカミミガイ類と同様に、死有動体で、他個体との交尾で両方が散乱する。日本での繁殖期は、夏で生息する天石の裏等に土で固めたドーナツ状の、 卵脳を生みつける。本種は、日本産オカミミガイ類では分布域が広く、適用環境も多様で、生息地、個体数とも比較的多い。しかし、生息地となる海岸の長官帯上部は、コンクリート護岸の建設などで改変されやすく、各地で生息地が消失している。日本の環境省が作成した海類レッドリストでは2007年版から、 純絶滅器具として掲載され、その他にも西日本各県が独自に作成した、レッドリストで、絶滅器具種として挙げられている。ABCD クローズみたいに、2000、うすみみがい、奥谷隆編著、日本近海三海類図鑑 ISBN9 兆7844億8601万4065、東海大学出版会 ABC 鈴木隆夫、木村翔一。 木村太鼓、2009、薄込みみがい、日型生物調査ガイドブック東日本編 16p、66、PISBN9 兆7849億9042万3810。日本国際湿地保全連合 ABC 木村、小一、2010、薄込みみがい、環境省生物多様性情報システム、陸産海類。 炭水酸海類付属説明資料 29p2013.11 閲覧 abcd 木村翔一2012薄小ミガい日本ベントス学会編日型の絶滅器具動物図鑑 96pISBN 9長7844億86019435東海大学出版会福田博史2000ミ耳飼い類 佐藤生天変、有明海の生き物たち干潟、川口域の生物多様性128から 131p、ISBN49 億593万57、海遊舎長崎県環境部、自然保護課希少野生動植物捕獲等禁止区域について、 2013.11閲覧野生生物調査協会インビジョン環境保全事務所2012日本のレッドデータ検索システム薄込み磨い2013.11閲覧福田博史川内の吉春ほか2011長崎県環境部自然保護課長崎県レッドリスト2011年改訂版2013.11閲覧 ありがとうございます。